おもやを北側から望む食い違い4、間取り急新川家住宅は、大阪府泉佐野市にある伝統的建造物。元は18世紀末から同地で、醤油業を営んでいた新川家の住宅であり、泉佐野市の指定文化財となっている。入りもや造本川ラブキの町屋建築であるが、木割りが太く豪壮な農家風の部分もある。現在は、泉佐野の町ば活性化の拠点施設。 泉佐のふるさと町屋館として各種地域イベントに活用されている。庭内には江戸、明治期の秋菜や生活の様子を伝える展示がされ、町屋の暮らしぶりを間近に見ることができる。江戸時代中期に佐の町場で流行した様式を各種取り入れており、当時の特徴を残している。屋根は入りも屋造り、本瓦吹きで途中に段差を設けて瓦を吹く、いわゆる シコロ吹きとする。内部は西側を土間、東側を居室部とするが、土間部を隅屋として前方に張り出し、全体としては L 字型の平面を呈する。居室部の間取りは平入り系であるが、前述の隅屋部分に正面入り口を設けるため、妻側に入り口があるように見える。居室部は6室からなるが、上手の座敷と二間は明治時代初期の増築によるもので、 当初の間取りは、口の間、座敷、台所、何度の食い違い4間取りに復元できる。食い違い4、間取りとは、前南から紀北にかけての民家に多く見られる形式で、4室の間仕切りが他の字型にならず、口の間、座敷間の間仕切りと台所、何度間の間仕切りが食い違うものである。これはより古い形式である、前座敷3間取りから変化したものである。 ありがとうございます。